シングルマッチ決まってるけどな、一つこの個人間の争いに余計な介入はいらないし、今後の連中ももちろん関係ないんだよ。って金網マッチを要求する。余計なものは排除して文句のない決着をつける以上。何を言ってんだ。そもそもベルトをかけて勝ったのこの俺だし、その上でお前は裏切った身分で何をルール変えて要求までしてんだよ。めめしいな。いつまで言ってんだお前が。喋るたびに小さく見えるな。まあいいけどよ。お前負けたら坊主にしろよ。初心に帰れ。2人はですね、はい、遺恨が深まってしまって、はい、今度この紙切りの金網マッチをやるんですよね。なるほど、北宮選手と中島選手ですね。はい、まずはそのそれぞれのパートナーであります。健介選手率いる健介オフィスで2人は兄弟弟子だったんですけども、はい、北宮選手はもう入門した当初から中島選手のことが大嫌いだったと。北宮選手の後輩ってことですね。そうですね。そうですよね。まさき北宮が入ります。さあ音敵の中島克彦一直線、いつまでも中島選手の下にはついていきたくないっていうのはね、どっかでありましたからね。その気持ちが爆発したのが本当に5月31日の斉藤スープレックスだったんじゃないかなと思いますね。さあそれはそれ相応の覚悟があったはず。それをこの中島との対戦で示していきます。さあ斉藤スープレックスの対戦いったか。あっと、しかしこれは反転して中島がかわしました。中
島もこの北宮のことはよく分かっている。タダスケがマンハッタンドロップ、いいタイミングで入ってきた DDT。 中島が何か狙っています、身構えている。おっと、ああコーナーに乗せて蹴り上げた。北宮が四つん這い、この体勢は危ない。中島和彦がぶった、おっとキックは空を切る、危ないところ、間一発でした。しかしトラスキック猛攻が続く。そうですね、あの避けられてもボディーバランスが素晴らしいです、ね、スピア金網デスマッチが控えています。6.26、ここで、あ、いっか、おっと持ち上げましたが中島が着地しました。ドロップとホールド、そして画面を蹴り上げます。あ、中島選手冷静ですね。そして左足が伸びてくる、ミドルキック一発で局面打開します。岡田キックを連発する、カウントが進む。あ、北宮カットです。タダスケをラリアットで鎮圧します。しかし中島バックに回ってバックアップ、ものすごい角度、結構きましたよ今。中島が垂直に上げる、岡田がこれをこらえた。あ、ちょっと棒立ちになるのは危ない。ハイキックもあります。あ、岡田サンドバック状態ですね。張り手、岡田ちょっと意識が飛んでいるか。中島が岡田の目を睨みつけて張り手、楽しんでますね相手が。そうですね、サディスティックなファイト。ああハイキック、あレフリーが止めました。岡田完全に KO されました。おい北宮、次だな金見は。なんだその様は、いいかよく覚えとけよ。ああ勢いだけで言葉並べても何の意味がないんだよ。次の金見でも同じだ。お前のその腐った頭ごとぶっ壊してやるよ。お前ら楽しみにしとけよ。ノアは俺だ。一番かっこいいプロレス、ここにあります。ウト、フランケンシュタイナー、リング時計一つ、プロレスリングノア。We are ノア絶賛放送中。